ます。10月14日時刻は7時46分になりました。本日我々はどこですかね、ここは君陶芸機、君陶芸機やってまいりました。はい、準備準備。みかんさん、みかんさん、みかんさん、みんな来てから、来てから、うん、だってあれ着替える間があった方がいいかなと思って。みんな来てから、あんまりちょっともたもたしちゃう、うん、まあ男の人やからね。もうあの8時集合なのでみんなを待っております。はい、はい、あの別のトレラングループもあの言ってましたね、はい、今日はハイキング日和です、待ってます。はい、はい、改めましておはようございます。はい、監督、はい、まもなく8時になろうとしております、はい、本日の参加者はみかんさん、ご無沙汰です。末まっちゃん、おしょうさん、おしいさんの、3、4、5、6人で行ってみたいと思います。はい、さあ、そしてりゅうちゃん監督から、はい、はい、8月的になられたみかんさん、迎えられたみかんさんにホラポス1枚をささやかですが、記念品です、記念品です、どうぞ開封されしてみてください。還暦レッドです、ぜひ来てください。デザインバイオーシーさん、デザインバイオーシーさん、いえ、かっこいい、かっこいい、ディアミカンです、60、イエーイ、おめでとうございます。ホラボス完璧、はい、2人目、イエイイエイイエイ、それでは今日も元気にいってみましょう、はい。はい、やりました。だいぶ綺麗で、こっから登山道を綺麗に台風の後整備してあるね、うん、3合目までこんな舗装路が続きます。はい、結構急坂です。はい、はい、激坂です、かなりの激坂です。はい、時刻は8時31分です、はい、駅から32分経過、はい、暑い口になる上りでした、無口になります、はい、もう一気に体が温まります。長ズボンはちょっと失敗だったでしょうか。まあでもお嬢さんは普通に長ズボンですね。あの山の基本スタイルです。どうでしたか、リュウジさん。暑い急坂やったね。隊員たちもちょっと無口でした。ぐらいまで降りてきた。ということは3号目まであと10分以内ぐらいに着くと思うで、はい、うん、間違ってここまで降りてきたお前。まもなく3号目かと思われます。元気。さすがみかんさん、山男ですね。3号目、これ大トレのコースと合流ですね。時刻は8時54分、スタートから56分経過です。はい、休憩、はい、いやー、なかなかの標高差でしたね。これ大トレの道、はいはい、君峠って書いてあるね、大トレ。こっちから来るんですよ。こっちから来てもきついんですよ、はい、そうそうそう、ここまでがきついな、岩木さん、はい、はい、はい、こうして見ると気温も日差しも快適なハイキング日和ですね、はい、うん、クマはいないですかね、ここは。あの、クマ鈴鳴らしてますでも、はい、舐め取ってあきません。山にはクマがいるもんやと思って行動しないといけません。現在これ標高付きなんですよ、これ何気にね。ここやね、このお寺、うん、あ、帰り、帰り行きたいの、ね、重装してきたらはるばるドンズル棒からこうえっちらおっちらね、はい、って感じですね。目指すはここです。
行ってみましょう。線越えるんですね。すごい。えらい倒れてんな。ザ・大トレ丸太です。あ、ここか。はい、ああ、急坂の道。はい。ああ、はいはいはい。ここに細かい地図もあります。ああ、一徳坊山。なるほど。そうなんですね。ああ。見晴らしの道というからね、見晴らしがいいんでしょうね。ここね。もうほぼ急坂の道のとこやな。これ。はい、時刻は9時49分です。はい、1時間50分で、まもなく山頂です。はい。おお、ちょっと曇ってる。897m。はい、始めました。時刻は9時57分。これこそ関西百名山。おい、カメラ。9時57分。第33弾、三冠。やりました。岩脇さんです。はい、鈴木。なんかちょっと元気ないって感じの終わりかけっていう感じの終わりかけなからそうな、ちょっと記念撮影してなかったじゃん。これもう、あ、向こう行こう、広場。うん、はい、山頂広場です。 山頂って書いてある。うん、大トレの地図とか。うん、はい、おう、ちょうど10時ぐらい。うん、バッチリプラン。今日お昼どこの予定やったっけ。ここ、あ、ここ、あ、ここもう食べる。いや、どうしよう。いや、全然食べてもいいけど、うん、むしろお腹空いたけど。おー、ロマンやね。うん、あ、この前のとこのススキすごいな。そうやろ、こう考えるとな。行け、行け、ハイジ。直したです。はい、休憩中です。時刻は10時5分。お腹が空いたので私は早弁することにしました。今日のお弁当、ささみのチーズフライ、タケノコ、あの実家から送ってきてくれた冷凍タケノコがあったのでそれ解凍してきました。で、五目豆、ナスの漬物で、リンゴですね。ちょっと早弁します。道を引き返してます。に向けてちょっとだけ方を進めた方が広がりを感じて綺麗かったね。そうやね。うん、ここやね。ここから始めて、はい、10時24分です、はい。ここから新ルート、はい、はい、左に折れます。はい、お寺、
大阪五十山にも数えられている、何山でした？一徳？一徳なんとかさん。もうね覚えられへんね。に向かいます。重曹です。はい。色彩感やね。まずね、はい、まずは色彩感でご飯です。はい。ルートは段差が一個一個が大きくてね、激下りであります。はい。急坂の道、うんうん、かなり急です。お弁当広場現在地、うん、10時45分になりました、はい、ここですね、分岐、見客者向き、はい、こっちが60分に対してこっち一般道90分、はい、一般道90分という分岐です。60分に対して90分で現在地これですね。急坂、見客向き、降りるには快適。快適でもなかったけどな、急すぎて段差がめっちゃ大きかった。こっちはゆったり行ける湧き水とかもある、なんかゆったりした道だそうです。はい、そして お弁当広場行こう。あ、お弁当広場ですね。はい、お待たせしました皆さん、今からお弁当広場に向かいます。向かいます。岩湧き寺、すごい、ポケモンしててなんかすごい、あ、冷たい、色彩感に出ます。はい、お弁当広場は草刈り中のため色彩感へ向かいます。あ、テーブルとかあるやん、そこら辺に。テーブルとかあるやん、前に。うん、食べよう。ああ、ほら、ええわ。いいお弁当スポットや。時刻は10時56分です。色彩館に到着しました。お弁当広場はですね、草刈り中、手入れ中ということでしたので、こちらで、お昼を食べることにしました。思いのほか立派なテーブルと椅子があって、めちゃ快適な。お昼ご飯になりそうです。近いですね。で、今日のお弁当。ちょっと酔ってます。ジェーン。ジェーン。いただきます。味噌汁です。はい。はい、ありがとう。おー、いい眺めですね。ささみのチーズフライ弁当です。景色はごちそう。おいしい。あ、よかったよかった。みんな思い思いに昼食を楽しんでおります。はい、恥ずかしい。何をてるってんねん。愛妻弁当です。すごいすごい。その他はちょっと突っ込まんとこかって感じです。じゃんじゃん、すすきの方向、はい、急坂の道まで戻ってきました、はい、戻ってきました。でこれを今度はこの坂道を登って編笠山を目指します、はい、初めての山なので楽しみです。はい、はい、分岐点にやってきました。右ですね。そう、右です。岩脇の森っていう、ね、杉木立の道、ほら、編笠山から一徳坊さん、一徳坊さん、岩坊さん、こう見えるけど、あ、ちょっと待って、道沿いにちょっと一遍試しにこれを行く、多分こっちだ、ここに、あれ、あれ、あれは何て書いてある、紅葉があら、また出てきたわ、分岐が。あ、ここが分岐か。で、この裏を見ると杉木立の道、はいはいはい、でこれ左やな。はい、うん、ここです分岐。はい、はい、何時かな。11時37分、分岐を左に取ります。はい、
網笠山へ向かってます。左手を見ると岩脇山が見えます。一徳坊山へ。はい、11時48分、上に見渡しそうに見渡す網笠山山頂がそうです。ここですね。はい、で、ここからもうちょっと行ったところにあの覗きがあるみたい。田塚、田塚岩、田塚岩、はいはい、岩があるみたいですね、うん、もうちょっとまっすぐ、はい、もうちょっとまっすぐ、はい、行ってみましょう。一徳坊の方に向かっていきます。徳坊さんへの分岐をちょっと通り越えてまた先へ進みます。辰ヶ岩へ向かいます。え、景色ですよ。順番東辰ヶ岩、みんな一斉には立てないぐらいのこの足場です。ここが東辰ヶ岩、ね、へえ、そうですね、海やね。韓国も似てます。おー、すごいね。え、あっちが韓国、はい、左手の奥、橋も見えてる。あ、いいね。辰ヶ岩に立つ男たち。来た道を引き返してきました。徳坊さんの方へ向かいます。なんかこれ木がやけにこうしてやんな。そうやで。いや俺木こうしてんのに困るな。おいほんまにもうセンスないな。これに見取られて。いや俺これなってるから行ったらあかんねや思って。今日なんで行ってんやろうと思って。おお、うん。三角点ここやけど、なんか山頂はまた別のところやな。あ、なるほど、よくあるパターンね。ここでも立派な三角点ですよ、これ。はい、大阪五十山、大丈夫、これもやだ。もう大トレの山々が。大きいね、大トレ。二条山どれや。あっちやろ。二条山もな、見る向きが変わるとどれが二条山か。葛城金剛な。すごいね。六甲山あっちの方。生駒。あ、一徳。めっちゃ狭いんですよこの山頂ね。ほんで一徳坊さん、今日の、はい、やりました。ここです。一徳坊さん。坊さん、540.9m。 これね、シャドウがね、結構ね、パンチの効いたシャドウでしたね。山頂からの眺めはご覧のようにちょっとあまりないので、何やあのさっきの山々を見ながら尾根を楽しんで歩くのがよろしいかなと思われます。はい、いやなかなか刺激的な新ルートでした。大阪五十山。大阪五十山。はい。ちゃんちゃん。はい。続くルートはそこですね。ちょっと降りてそこに続く道があります。はい。さっそくも降りよう。うわ、雲や。うわ、でっかい。
きなりあれに出たんでね、はい、ここから駅まで向かいたいと思います。回ってもいいかな。ちょっと一杯入らない、口が回らない。はい、ではではお疲れ。みかんさんおめでとうございます。還暦 T シャツです。かっこいい。デザインバイおじさん。デザインおじさん。これも僕で書きました。そうやで。これ監督です。え？これ私来たわ。ああ。そうやろ。はい。いいんですか、ホロパスは。いや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 。カモンベイビー、カモンベイビー。また酔ってます。またね、皆さん。酔ってるね。カット。